こんにちは。今回は歩きではなくて立った姿勢のバランスをまず整えていこう、そういったお話になりますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは本編です。この動画では左足をまひ側としてご説明します。さて、今回は歩く時のふらつきではなくて、この立った姿勢ですでにふらつきがあるという方に向けた動画になります。このような時、何が問題だと思います？立っただけでもフラフラするし、少し何か物を取ろうとした時にフラフラが増えてしまう。このような時はですね、麻痺側の足の支えに着目してみてください。具体的には足の裏のどこに体重を感じるかですね。これ麻痺側といい方の足比べてみると違いがあったりします。例えばいい方の足は足の裏全体に体重が均等に感じられているのに対して、麻痺側はですね、少しかかとの方に体重が偏っている、あるいはつま先の方に体重が偏っているとか、足の裏のどこかに体重が偏っている可能性が高いです。このままだと体重乗ってる範囲が狭いのでバランスが悪い、それは結局のところふらつきにつながってしまうんですね。なのでまずは練習としては、いい方の足のこの足の裏全体に体重が乗る感覚を確認してみてください。このいい感覚がお手本になります。で、この後にマシ側の足もいい方と同じように広く体重感じられるかなっていうのを意識しながら体重移動していきましょう。で、この時ですね、腰が引けていると足が体重偏ってしまうので、真横に移動するように意識してください。とは言っても上半身ごとこうやって体重乗せてしまうのも良くないです。上半身は真ん中に残したまま、軽くこう腰だけ動かすように意識しましょう。そうするとですね、練習する前に比べて少しでも麻痺がなしや広く感じられたら成功です。そしたらですね、少し立った姿勢のバランス確認していただくと、練習する前に比べてふらつきが減ってる可能性があるんですね。そこまで確認できたら大成功です。ぜひね、こういった立つバランス確認してみてください。これが良くなったら歩く時のバランスの良さにもつながりますので、ぜひチャレンジしていきましょう。リハビリを頑張りたいけれど体の変化が実感できない人へ向けた朗報です。変化が実感しやすい自主練が自宅でできる一人でリハを今なら無料で体験できます。詳しくは概要欄をご覧ください。頑張っても成果が出ないのは頑張り方を間違えているから、正しいリハビリで成果を実感しませんか？